ダマルケス・ジョンソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ユタ州ウェストジョーダン出身。エリートパフォーマンス所属。高校卒業後は、国家警備隊に入隊。2001年に、ブラジリアン柔術をはじめ、カーロス・マチャドの青帯を取得。2004年からは、ジェレミー・ホーンの下で、レスリングとグラップリングを始めた。 2005年4月29日、プロ総合格闘技デビュー。2009年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン9にウェルター級選手として、出場。レイ・エルブに TKO を勝ちし、チームアメリカ入りを決めた。2回戦では、チームイギリスのディーン・アマ・シンガーに三角締めで一本、勝ち。準決勝では、チームイギリスのニックをシピチェックに3から0の、 判定勝ちで、決勝進出を決めた。2009年6月20日、UFC 本戦初出場となった、ザ・ウルティメット・ファイター、ユナイテッド・ステーツ・ VS、ユナイテッド・キングダム・フィナーレの決勝で、ジェームス・ウィルクスと対戦し、チョーク・スリーパーで一本負けを喫し順優勝となった。2009年12月12日、UFC107 で、エドガー・ガルシアと対戦し、 三角締めで一本勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。2010年4月10日、UFC112 で、ブラッド・ブラックバーンと対戦し、ミドルキックで TKO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。8月1日の UFC ライブ、ジョーンズ VS、マプチュシェンコでは、同じ TUF 出身のマット・リドルと対戦。 自身の体重超過により172ポンド契約での試合となったが 2R にパウンドで TKO 負けを喫した。2011年1月22日 UFC Fight for the Troops にでマイクガイモンと対戦しボディシザースで一本勝ちを収めた。2012年3連敗で UFC からリリースされた。ありがとうございます。